医者って何のためにあるんや。前ここでお話した、がんに医者あるいはその家族ががんになる、すると普通手術する、次抗がん剤を打つ、そして3番目に放射線、そして死ぬ。日本人が1年で100何万死んだとしたら半分は皆がんです。そして大概手術された後抗がん剤、助かりません。ほとんどは死ぬ。助かる人もあるでしょう。しかしその中に本当のがんじゃなくてがんもどきっていうのがあって助かったという人もいるかもわからない。医療って一体何や。一番初めの話、闇の帝王ロックフェラー、ロックフェラーのもとに全部世界の医療をやったんですよ。彼の許可がない限りダメ。アメリカの有名な大学、その中の医学部、もちろんロックフェラーの支配です。全部資金出してますから。そのロックフェラーが先ほど言いましたが2017年に死んだ。だから今世界がね、大きな変化を遂げ出している時期なんですよ。次にイルミナティの支配者は誰になるかってまだはっきりしてない。だけどガーッと動いてきてますよ。今情報とはそういうほど大事なんです。情報してないとダメや。もちろん新聞はええなと思うかもわかりません。しかし新聞の情報を本当だと思いますか。この前の戦争の時にも真珠湾攻撃で日本を勝った、そら勝ったんで初めはね。あと日本がミッドウェーで負けて、どんどん負けてくる中においてもマスコミは煽ったんです。さあ俺は勝ったんや、行け。マスコミは所詮人間がしていることですよ。だから疑う、本当かいなということを探求していかんと、次の言葉や生きるのが難しい時代が始まってくる、はあ、今2ページを見ていただきながら、話は横にそれてしまいましたが、ついでに2ページの一番下、2ページの一番下4、私は援護された者の数を聞いたが、イスラエルの子らのすべての部族のうち、このイスラエルの部族のうちって言ってるのは、もちろん今中東にある2世ユダヤ国家の意味じゃないです。全然皆さん今見てるのは2000年前の文章ですよ。これ2000年前、私は援護された者の数を聞いたが、イスラエルの子らのすべての部族のうち援護された者は14万4000人であった。これ言ってるわけです。第三次世界大戦で世界中で多くの人が死ぬ。今世界人口80億や、たくさんの人が死ぬ。しかし14万4千人のイスラエルの子ら、正統ユダヤ人、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫、日本において、だからさっき見たように右のところにや、またもう一人の御使いが行ける神の印を持って日の出る方から来るって書いてある。だから東の方にある国、そこから14万4千人の人は次の時代を担うよと言ってるわけですね。話ついてこれない。その上ちょっと見てください。12、同じ黙示録の6章なんですが、12、子羊が第6の封印を解いた時、私が見ていると大地震が起こって、太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月は全面血のようになり、天の星は一軸のまだ青い芽が大風に揺られて振り落とされるように地に落ちた。隕石だ。天は巻物が巻かれるように消えていき、すべての山と島とはその場所から失われた。いわゆる一つの時代が終わるんですね。自然界もみんな破壊されて終わる、第三次世界大戦の中だけど、その中から生き残っていく人が日本から、しかも日本による正統ユダヤ人。4、私は援護された者の数を聞いたが、イスラエルの子らのすべての部族のうち援護された者は14万4千人であった。すごいことですよ。もっぺん言うけど2000年前だよこれ。14万4千人の正統ユダヤ人が日本において次の時代を担う。どうしてそんな荒廃した日本からどこへ移っていくんやということになるんです。14万4千人は飛行機で運ばれる。アシールに、地球が新しくなるから、アシールは今砂漠だけども新しい大地に変わる、そこへ行くって言ってるんですね。
ほんでその14万4千人の中で5、ユダの部族のうち1万2千人、ルベンの部族のうち1万2千人、ガド部族のうち1万2千、ここに12部族が書いてある。5のところに3つ、6というところに3つ、7というところに3つ、8というところに3つ、12部族だ。長男は、12部族の長男は誰や言うたら、実はルベンなんですね。神明さん、旧約聖書研究者としては、あ、ルベンなのになんでルベンが2番目。そしてその次にガドは2番目に生まれた人なんです。だけど3番目になってる。なんで5、ユダの部族、なんでこれが来てんのや。大事だよ。なんでユダが一番生きてる。このユダ族の中からダビデの王朝が出るわけよ。ダビデの王朝って何や、正統ユダヤの王家なんです。これが中心や。しかも旧約聖書でダビデの子孫が世界を次の時代において治めると書いてある。今用意してないけど、世界統治の始まりはユダから出るダビデ王朝やと書いてある。もう一度すいません。4、私は印を押さえた者の数を聞いたが、イスラエルの正統ユダヤ人らのすべての部族のうち印を押さえた者は14万4千人であった。でユダ、つまりダビデ王朝のこと言ってる。ダビデ王朝で何や、ダビデ王朝で何や、本当の天皇家です。今東京の天皇家は終わろうとしてる。2000年前の文章、まずユダだよと、そこからダビデ王朝が出るよと言ってるわけ。だから多くのユダヤ人が、本当のユダヤ人が日本に移住してくる中において、ダビデの王朝もちゃんと連れてきてます、うん、次の時代への準備は始まってる。だからこう思ったら先の時代が読めるし、黙示録ってのはすごいこと言ってんだなということを改めて教えられる。だからいわゆる世界のキリスト教会は、世界のキリスト教会は聖書を研究しているはずやのに、あるいはヨハネ黙示録を研究しているはずやのに、黙示録は教えません。自分らが外れていることをわからないし、いよいよわからない。だから日本においてユダヤ王朝について知るということは大事だね。だからトップにユダ族と書いてあるのはそういうことです。ユダ族、ダビデ王朝、ユダ族。だから東京のユダヤ王朝じゃないです。日本で本当の王朝は生きてます。それを取り囲み守ってるのが何や、ヤタガラスだよ、ヤタガラス。まあそういうふうなことですね。ちょっと休憩した方がいいでしょう。お手洗い行きたい人もあるだろうし、まあちょっと休憩していただいて、後半またお話しいたします。